チャージかい。これ美味しすぎるよ。キッチンにまだまだ残ってるからゆっくり食べてね。こんなに唐辛子が入ってるのに全然辛くない。むしろさっぱりしてる。唐辛子じゃなくてパプリカだからよ。はあ、先生もメイみたいに料理が上手だったらいいのに。先生は何でもできるけど、唯一料理だけはどうしても。ところでずっと気になってたんだけど、その先生は毎月のように外に出るのに、なんで3年間もあんたたちを外に連れ出さないわけ？それには理由があるんだ。素での暮らしは寂しくて退屈だから、みんな先生の話を聞きたがるんだけど、その時に先生の過去もいろいろ教えてもらったの。先生はね、お金や地位のある家の生まれじゃないって言ってた。子供の頃にいろいろあって全部失ったみたい。でも努力していろんな国やいろんな人を相手にして、十数年かけてやっと資産を築いたんだって。先生は貯めたお金の大半を使って、遠い遠い国の、名前は忘れたけど、島を買ったんだ。その島に大きな屋敷を建てて、自由で穏やかな生活を送るのが夢だって言ってた。もちろん先生は私たちや他の場所で助けた人たちを一緒に連れて行くって約束してくれたよ。屋敷がもうすぐ完成するって言われた時、みんなで大喜びした。先生はずっと苦労してきたし、やっと夢が叶うって分かったんだもん。でもあんな悲劇が起こるなんて誰も思わなかった。何があったの？4ヶ月前に大崩壊が起こった。その時先生はちょうど長空市にいたの。崩壊獣が次から次へと現れる中、巣が襲撃されないように先生は一人で戦ってくれた。騒動は数時間も続いてやっと収まった。みんなほっと胸をなで下ろしたんだけど、そこに悪い知らせが届いたんだ。先生の島が大崩壊の影響で沈んだって。今でもあの時の先生のことを覚えてるよ。無表情の先生が黙々と部屋の中を歩き回ったり暴れたり、口では大丈夫だって言ってたけど、ずっと泣いてた。そして先生は耐えきれなくなったのか、外に出て行った。海に向かって子供のように大声で号泣してた。涙も声も枯れ果てるまで泣いたんだと思う。しばらくして先生はゆっくりと立ち上がった。あの日、先生が夕日に向かって誓ったこと、私はずっと忘れないよ。どんな代価を支払うことになっても、人類は必ず崩壊に勝ってみせるって。言葉が見つからないわ。悲しいお話ね。さあ、暗くならないうちに送るから帰りましょう。メイ、カレー美味しかった。みんなにも食べさせたい。安心して。ちゃんと用意しておいたわ。
20人分作ったから、帰ったらみんなに分けてあげて。わあ、ありがとう。メイ、ほんとありがとう。まったく、世話焼きに関しては誰もメイに勝てないわね。ん？ちょっと待って。今日の皿洗いって誰だったっけ？戦術機構でカレーを運ぶなんて、テスラ博士に怒られないかしら。自動運転、OK。無事到着したわね。さあ、カレーをみんなに分けてあげて。メイ、カレーを分けてきたよ。みんな喜んでた。気に入ってもらえてよかったわ。先生にも食べさせたかったな。キアナさんを見つけたら、もう、ここを出て行っちゃうの？ええ。これからすべきことが、まだたくさんあるから。でも、きっとまた会えるわ。ネゲントロピーが何とかして、あなたたちを援助するって、テスラ博士が約束してくれたの。そのためにも、まずは、あなたたちの先生に話を聞かないとね。メイも先生も優しい人だから、きっと仲良くなれるよ。先生のことを誇りに思っているのね。うん。だって、自慢の先生だもん。あの災害の影響でね、私の記憶には空白が生まれたんだ。家族も、友達も、生活も、夢も、昔のことはよく思い出せなくなって、うっすらとした場面しか頭の中にないの。一番最初の記憶は、先生が私を抱えながら何も言わずに廃墟をかけているところ。あの日、お空はとても暗くて、黒い雲が低いところを流れてた。でも私、光を浴びた気がしたの。先生は私みたいな子供を集めて巣に案内してくれた。これからは一緒に暮らすんだってみんなに教えてくれた。でも私には記憶がなかった。みんなが何を言ってるのか、自分が何をすべきかわからなくて、だからずっと先生の後ろにくっついてたの。先生がどこに行こうともね。そんな私に参ったのか、先生は私にいろいろと教えてくれた。
先生はずっと巣にいられないから、長空詩で生きていく方法を覚えないといけないってね。どうすれば都市の中を素早く移動できるか、崩壊獣から効率よく逃げるにはどうしたらいいか、そしてピンチの時に自分の身を守る術について先生は教えてくれた。先生は教えてくれたの。ちゃんと生きる、そのための方法を。どういう意味？あれはね、いつもと変わらない午後だった。先生が突然誕生日おめでとうと言ってプレゼントをくれたの。自分の名前も思い出せないのに、どうして先生は私の誕生日を知っているのか不思議だった。そしたら先生がこれを私に渡してくれたんだ。マークト、マークト、私は誰？私の人生だよ。私の名前、誕生日、家族、経歴、書きかけの日記、SNS のアカウント、ゲームセンターの登録情報。先生はかつての私の情報を調べ上げ、そのデータを全部ここに記録してくれたの。正直に言うと、私の人生は普通だった。思ったよりもずっと普通。でも、これが私の人生。自分の名前、誕生日、育った場所、将来の夢を初めて知った。私にも誰かを愛し、愛されていたことがあって、好きなことや苦手なことがあったんだって分かった。失った記憶は戻らないけど、記録されている文字を読むと確かにそういうことがあったような気がしてくるの。こうでもしないとちゃんと生きるとはどういう意味なのか理解できないって先生は言ってた。ちゃんと生きる、これって先生の口癖だったから。災害が長空詩を破壊したけど、私たちは生きていかないといけない。生きていくことこそが運命への抵抗になるから、いつか私たちはここを出て海の向こうに行ける。太陽の下に戻って、青空の下に戻る。そして私たちの抵抗がいつかの未来で誰かの生きる希望になるの。これが先生が巣を作った理由。そしてあの日、先生がマークトを私の過去をプレゼントしてくれた理由だと私は信じてる。生きる希望。キアナちゃんが私を変えてくれたみたいに、先生もあの災害であなたたちを変えたのね。あ、もう外が真っ暗だね。先に部屋に戻るから、メイも気をつけて帰ってね。明日、きっとキアナさんが見つかるよ。え、また明日。
ゾンビのくせに元気すぎるでしょ。映画の中と全然違う。どうしたの？だんまりしちゃって。これからどうなるのかな。この都市は破壊されてしまって、どこもかしこも崩壊獣やゾンビで溢れている。救助の望みもない。逃げるって言うけど、どこに逃げればいいの？安心して、なんとかなるよ。ほら、こういうことわざがあるでしょ。明日は明日のご飯があるって。明日は明日の風が吹くよ。千葉学園に入れたのは奇跡だったのかしら。もう細かいことは気にしないの。東に進んで隔離壁を越えればきっと他の人に会えるはずだよ。それでもダメなら北に行って長空市を出る、もしくは港に行って船を借りて国外に逃げるのもありかな。方法はいくらでもあるよ。私とこれ以上関わらない方がいいわ。あなた一人なら助かる可能性はあるけど、私は時限爆弾みたいなものなの。そんな私と一緒に行動していたら。なんでまだそんなこと言うの？もう元に戻ったんでしょ？いいえ、あなたにはわからないわ。闇が至るところから湧いてきて、体を蝕もうとしているの。姿は見えないのに声が聞こえて、目の前の一切を壊せって言っている。私にはわかるの。たとえここを出られたとしても、あの声はずっと私についてくる。もし、私がまた暴走したら。だったら、私がもう一回勝てばいいだけの話でしょ。ピンチになったらあんたを連れて逃げる。敵が現れたら私が倒す。もしまた律者なんかになったら私がバットで目を覚まさせてあげる。何度でもやってあげる。そのせいでお互い傷だらけになっても私がずっとそばにいて守ってあげるから。だからもうそんなことばかり考えないで。ほら、あんたも私も昔は一人ぼっちだったし、似た者同士でしょ。友達になって仲良くした方がずっといいと思うけど。でも他の人たちはそう思ってくれないわ。言わなければいいだけ。このことは私たち二人の秘密にしよう。それに私たちってば可愛いし、泣きつけば疑われることもないって。旅をしてた頃嘘泣きは何度もやってきたから得意だよ。バカみたい。安心できるバカね。お？今なんか言った？ううん、出発しましょう。もう行くの？お腹すいたし力が出ないよ。安全な場所に着いたら何か作ってあげるわ。ずっとコンビニの残り物じゃ満足できないでしょ。お嬢様なのに料理できるの？先に言っとくけど、私の舌は肥えてるからね。簡単に美味しいなんて言わないよ。楽しみにしてて。博士。どうしたの、ボス頭。起きてください。そうね。次はケンタウルス・ザ・アルファ星。博士、
博士。うるさい。テスラ博士、起きてください。超過死の水位が突然上昇した。